大体こんな感じですね。あ、聞いてて、あ、なんかでもこればっかり気にしてたけど、下も痛い。だいぶ張ってますよ。痛った痛った、何これ、あ、痛った痛った痛い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 、そこが痛い。後編ですね、張ってますわ。痛った痛い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 、このぐらいにしときますね。めっちゃ痛い。痛い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 、何これ痛い。まあふくらはぎみんな大体こんな感じですね。あ、皆さん痛がる。大体もうもっと叫んでますね。痛い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 。なんか、多分これ終わった後は多分なんかこう筋肉痛みたいなんで押されてるような感じ。痛い痛い痛い。なんかペンみたいな細い。痛い。痛い。多分これ終わっても多分足筋肉痛になってるんで、ふくらはぎ。ああ、多分ね、私デスクワークやからずっと座りっぱなしで。ああ、それもありますね。寝込んでるんですよ、夕方になったら。ああ、それですね。上半身。いった。でもなんか富尾ってラーメン有名なんですね。富尾は多いですね。うん、結構激戦区ですね。いった。いったいったいった。すいません。のけた。いいか。いった。あ、両方痛い。両方痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。いった。南森町にもたまにあるんですか？あ、そうです、そうです、もう一人の院長の方が南森、月一で営業やってはるんで。ああ、いつなんで、あ、痛かった。ミニモってします？ミニモ、ミニモわかんない。ミニモって予約サイトあるんですけど、はいはいはい、美容院とかもあるんですけど、はい、そこに出してるんで、はい、それで調べてもらえば、いつ出るのかっていうのがわかんないんですね。そこに多分書いてると思いますね。ああ、そうです。